今回は自転車の専門用語、フレーム関連の専門用語に今回はちょっと的を絞って解説してみたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ロックバイクス TV です。今日から場所をね、変えてやってみようかなと思うんですけど、そして今までうちの YouTube の編集をちょっとやってくれていたうちのスタッフの YS 君が今日からというか今後ね、ちょこちょこ参戦してくれると思いますんで、まあ彼も含めてまたロックバイクス TV よろしくお願いします。よろしくお願いします。今後いろいろとこういった対談形式のような形とかっていうのも含めて皆さんの疑問等にお答えしていきたいと思いますんで、もしよろしければ気になることとか知りたいことなんかあればコメント欄で質問していただければなるべくそれに答えるようにしていきます。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回は自転車の専門用語、たくさん専門用語ってあると思うんですけれども、皆さんもね、聞いたことないような言葉とかよく耳するんだけれども実際よくわからないような、そういった自転車の用語なんてたくさんあると思うんですけれども、それをちょっと解説してみたいと思います。それで今回ちょっと調べてみたんですよ。そしたらですね、専門用語というのもたくさんたくさんありまして、ということでまずはフレーム関連の専門用語に今回はちょっと的を絞って、また続編をねやっていければなと思うんですけども、今回はフレーム関連の専門用語っていうのをやってみたいと思います。それでなんですけれども、僕はですね、もう自転車業界20年ぐらい在籍してて、設計もやっていればデザインもやっていればっていうことなんですけれども、彼はですね、自転車業界に入ってきてくれたのはほんとここ1年ぐらいのところで、いわゆるそんなにど素人ってわけでもないんですけれども、たくさん専門用語知ってるっていうわけではないんですね。そんな僕からの目線と彼からの目線っていうところで、視聴者さんの気持ちなんかも汲んでいければなというふうに思うんですけれども、例えばこのフレームなんですけども、なんかフレームについて例えば形状とか知ってることとかってありますか？よく聞くのがホリゾンタルだとか、はいはい、そうですよね、スローピングだとか、はいはい、そうですよね、そういうことはわかるんですけど、じゃあそれがどういう意味なんかっていうのはいまいちよく分かってないような気がしますね。なるほど。まずそのホリゾンタルなんですけれども、ここのパイプですね、これトップチューブ、後で各パイプのちょっと説明をしていこうかなと思うんですけど、これトップチューブって言います。このトップチューブが地面と、ここはまあ地面と仮定してですね、地面と平行になっているフレームの形状をホリゾンタルフレームというふうに言います。対して、ここがちょっとこう、後ろに下がってる。これも厳密に言うとちょっと下がってるんですけども、まあ大きく下がってるやつとか、パッと見て下がってるやつっていうのをスローピングフレームというふうに言ったりします。それ以外になんかこう形状とかで気になるところとか、まあ自分の知ってるところとかって、そうですね。ホリゾンタルとか、スローピング以外に形状を示す言葉ってありますか？はいはい、そうですね。例えば、この自転車っていうのは、以前ちょっと自転車の歴史についても触れたような動画ありましたけれども、この形になってもう100年以上経つんですけれども、一般的にこの平行四辺形ですね、なってるこのフレーム形状のことをダイヤモンドフレームと言います。で、このダイヤモンドがまあ平行四辺形なんですけれども、ひし形ですよね。ダイヤモンドの形してて、ここのパイプを境に、前が三角形、後ろが三角形、二つの三角形で構成されているんですけれども、これを指してですね、前側のこの三角を前三角、これを後ろ三角、なんていうふうに呼んだりもします。これ以外にですね、最近うちのピストで出したジェラシーなんかも、ここのパイプがこういうふうについてたりするんですけれども、そうするとですね、ちょっとダイヤモンドから形状が外れちゃうんですけども、こうなると、こことここと、あとこの上にも三角形がもう一個できますね。これを指して、トリプルトライアングルなんていうふうに言ったりもします。これがブランドで GT っていうブランドがあるんですけども、GT が一番最初にこのトリプルトライアングルっていうフレームをやりまして、ザスカーとかだったかな。それで割とこう、世の中に知られた有名な形状になりました。マウンテンバイクなんかが流行ってた時代にですね、以前、例えばトレックなんかが Y 字型のフレームとかっていうのを出してたこともあります。ですね、例えばそうですね、その Y 字型のフレームは、まあ、サスペンション、リアにサスペンションをつけてたマウンテンバイクのフレームだったりしたんですけれども、それ以外にそうですね、ここがこう、
一本まっすぐになってるような、そんな形状のフレームも、今は少なくなってますけど、過去にありました。僕ね、ずいぶん昔子供の頃にヨーロッパに住んでたことがあるんですけれども、その時にスイスのブランドで、S バイクっていうブランドがあって、ここにね、アルミのバカでかいチューブが走ってて、本当ここからまっすぐな一本だけのフレームっていう形状があったんですけれども、実は僕そのフレームがすごく大好きで、いずれそんなフレームっていうのをやってみたいなーなんて思ってたりするんですけれども、見ていただいてかっこいいかどうか、やってほしいかどうかみたいなこともコメントいただければいいかなーなんて思ったりします。先ほど言ってたトレックの Y フレームですね。トップチューブというかもうメインのこうフレームがあって、こういう感じでこう、これで Y の形になっていて、ここにこう、マウンテンバイクで始まったフレームだったんで、スイングアームがついててっていうような形状だったんですけども、それ以外にも、90年代のマウンテンバイクブームの時っていうのは、各社ね、たくさん意欲的に新しい形状のフレームが出てきました。あと有名なところで、キャノンデールのスーパー V っていうね、V 字型の、これもすごくね、かっこよかったんですけども、こんなフレームもありました。それの派生で、レイブンなんてフレームもあって、それもかなりね、今でも好きな方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。そんなフレームもありました。形状はこんなぐらいにしまして、続いてですね、フレームの、まあ用語の部分なんですけど、素材についてもちょっと触れていこうかなと思うんですけども、フレームの素材でなんかこう知ってる素材とかって、聞いたことある素材とかって。そうですね、動画を作らせてもらってる中で、はいはいはい、よく出てくるのはクロモリとアルミとカーボン。そうですね。ロックバイクスでは、クロモリとアルミをメインに扱っているわけなんですけれども、ちなみにこれがね、クロモリという素材になります。このクロモリというのはですね、以前、クロモリのフレームについてね、ちょっと詳しく解説した動画あったんで、またそちらを参考にしていただければいいかなと思うんですけれども、クロモリというのはですね、アメリカの工業規格、SAE っていう工業規格がありまして、これがソサエティオブオートモーティブエンジニアーズという企画なんですが、これがクロモリの番手とかがあるんですけども、それを決めていたりします。で、よくね、スペックの欄とかに4130っていうような番号が入ってるのなんかね、見たことあるかなと思うんですけども、これがまさにこの SAE というアメリカの工業規格が決めてる、SAE4130 っていう規格になりまして、日本の JIS 規格では、焼き入れの入っているクロモリは一般的に SCM430H という品番になります。これ以外にもクロモリ自体はたくさんありまして、ちなみにクロモリというのはですね、鉄、ベースが鉄です。鉄にクロームとモリブデンっていう素材を微量に添加して強度を上げている、そんな素材になるんですけれども、これも焼きを入れる、まあ熱を加えるということなんですけど、によって非常に硬くなったり、強度を上げて、こうやって自転車のフレームに適した素材にして使用しているというようなものになります。で、クロモリ以外にアルミのフレームなんかもありますけれども、アルミもハイエンドだと7005とか、7075とか、あと6061とか、よく耳にするんじゃないかなと思いますけれども、この辺も同じように先ほど言ったアメリカの SAE という工業規格が決めております。自転車の世界、フレームだけじゃなくて、本当ハンドルにしろ、ステムにしろ、シートポストにしろ、クランクにしろ、ありとあらゆる部分でアルミっていうのはたくさん使われています。で、この自転車の中で使われているアルミの素材っていうのが、まあ主に2000番、6000番、7000番の番手のものが多くて、その中で、例えば2000番だと2014、2017、6000番だと先ほど言いました6061、あと6069なんていうのもあったりします。7005、7075なんていうのは、もともとジェット機、航空機業界のために開発された超長ジュラルミンとかって言われたりしますけども、そういったもののために作られた高価ではあるんだけれども、非常に強度の高い。それを自転車業界でも割とハイエンドなものに転用して使っていたりします。あとですね、最後にカーボンですね。もう今やそのカーボン全盛期で、どんな自転車にでもカーボン使われるような時代になってきました。たくさんのね、カーボンフレームとか、カーボンホイールとか、あとサドルなんかもベースにカーボンを使われているようなものとかも増えてきてますし、ロードバイクといえば、このね、フロントフォークがカーボンになっている車種っていうのも非常に一般的になってきました。こちらのカーボンはですね、自転車業界に存在しているカーボンのほとんどが日本のトーレという
会社の製品になっておりまして、これ一般的にトレカと呼びます。で、トレカの中にはですね、これもやっぱり番手が存在しまして、 T300 からですね T1100 ぐらいまで、もうありとあらゆるカーボンの番手が存在しまして、カーボンというのは炭素繊維で編まれたシートになるんですけども、繊維の本数だったりだとか密度だったりとか、そういうところで細かな規定があって、それによってランク付けがされていると。自転車業界では T700、T800、あと T1000、 数が大きくなるほど高価ですし強度も高いです。強度が高いということは薄くしてより軽く作れるということになるんですが、そういった超軽量な部分になってくると T1000 なんていうのが近年では使われたりすることがあります。で、それ以外にね、さっき彼の口からは出てこなかった素材になりますが、フレームの素材としてはチタン、あとはステンレス、それぞれに見た目的な部分だったり、その強度、あとは重量みたいなもの、そういったところの良さがあったりします。もちろん価格もいろいろ違うので、皆さんそれぞれの用途に合わせて、まあ、選んでいただけるのがいいかなと思うんですけども、まあ、そういった素材があります。ちょっとね、用語からは離れちゃいましたけど、その辺が素材の紹介になります。続いてフレームのパイプですね。このパイプの各名称についてちょっと触れていきたいと思います。さっきこれトップチューブって言ってましたよね、はいはい、形状のところ で、ね、うん、じゃあ他のやつ、例えばこれって何て言うんですか。こちらがトップチューブで、これはねヘッドチューブというふうに言います。他は分かりますか。これが確かダウンチューブ。大正解です。そうです。だったと思います。はい。あとは分かんないです。ここがね、シートポストが刺さってる、ここをシートチューブって言いますが、古い言い方だったりすると、これのことを指して縦パイプって言ったりするケースもあります。これが冒頭に言った自転車の専門用語っていう、ちょっと分かりにくい部分になったりするんですけど、一般的にね、シートチューブって言うにもかかわらず、縦パイプっていう別の名称もあったりする。ちょっとややこしいところなんですが、そういったものになります。で、このシートチューブの上側とこのリアの車輪の軸を結んでいる、このパイプをシートステ、そしてここの一番下側のこのパイプですね、これをチェーンステと呼んだりします。たまに聞く言葉なんですけど、バックフォークっていう言葉があるんです。あれはどれを指すんですか。そうですね、今ちょっとね、ここのダイヤモンドのパイプ形状を説明しまして、フロントフォークをちょっとまだ触れなかったんですけれども、ここが前のフロントフォーク、前フォーク、フォーじゃなくてフォークって古い言い方で言ったりもするんですけれども、対して、同じようにここの部分ですね、ここを指して、バックフォークと言ったりするようなこともありますね。で、今出てきたね、それに対してこっちがフロントフォーク、前フォークなんて呼んだりもしますけど、これがフロントフォークになります。なんかそれ以外で、あと、ここはみたいな。ここにもパイプありますよね。これはなんて言うんですか。そうですね。こうね、横から見たらこう繋がってるだけですけど、実はここにね、このクランクがこういう風に刺さってる。これぐらいの短い長さのパイプあります。これを BB と言います。で、BB って何ぞやということなんですけど、これはボトムブラケットの略でして、厳密に言うとですね、BB っていうのは中に入ってる軸を回してるベアリングのことをボトムブラケットと言いまして、ボトムブラケットが入っているこのパイプは一般的には BB シェルというような言い方をします。ちなみにこれもですね、以前のジオメトリの解説動画の中でかなり詳しく触れている部分になるんですけれども、このですね、前の車輪の中心と後ろの車輪の中心、これを結んだこの線、これを乗り物だったら何でもそうなんですけども、ホイールベースって言ったりします。これは車でもオートバイでも一緒なんですけども、この車軸の中心から中心まで、これはホイールベースって言うんですが、このホイールベースを一直線に結んだところから、この先ほど言った BB の中心までのこの距離、これを指して BB ドロップというふうに呼んだりするんですが、これがなかなかね、難解でして、まずですね、この地面からここまでの高さ、これを BB ハイトというふうに、文字通り BB の高さですね。それに対して、ここからこの下がっているものを BB ドロップ。で、この BB ドロップなんですけれども、BB ドロップ、BB 下がり、あとハンガー下がり。僕の知ってる限りでその3つの呼び方があります。で、呼び方違うんですけど、
意味合いは全く一緒です。で、ハンガーっていうのはですね、ボトムブラケットハンガー。ボトムブラケットが引っかかってる、ハングしてる場所っていうことでハンガーって言うわけなんですが、そのハンガーがここの、この直線からどれぐらい下がってるかっていうところでハンガー下がりなんて呼んだりもするんですが、よくね、BB ハイトと BB 下がりを混同されることがあるんですが、同じ意味合いを示しているんですが、その数値というのは全く違うものになります。大体ですね、ロードバイクだとそうですね、BB ハイトは26、7センチぐらいになるんですけれども、対してこの BB ドロップっていうこの、ここの下がりですね、これは大体7センチ前後ぐらいが一般的になります。で、なぜこういうそのね、BB ハイトだけでいいじゃないかっていう話もあるんですけれども、実は、この BB ハイトだけだと、タイヤのね、太さとかが変わると、全体的に車体が上がっちゃうので、高さが変わるんですよ。なので、設計する側としては、変わらないものっていうところで、ここの軸を結んだ、ここの下がり具合っていうので、フレームの設計っていうのを決めていったりします。それ以外に、他にもなんかね、フレームで、ここはみたいなところ、サイズって、そういう設計の人って、はい、どこを基準にサイズを決めてるんですか？はい。そうですね。まずね、よくフレームサイズっていうのでね、例えばそうですね、500ミリとか、520ミリとか、480ミリとか、そういったね、数字聞くんじゃないかなと思うんですけど、それ一体何の、どこを指してるのかっていうことなんですけれども、まずね、フレームのサイズって一般的に言われてるのは、ここからここの長さ。この長さですね。ここの中心からここのてっぺんまでの長さ。この長さのことを指して、一般的にはフレームのサイズって言ったりします。これは、うちのグリードの M サイズになりまして、ここからここまでが530ミリ、53センチになります。で、先ほどね、言ってもらったサイズなんですけども、サイズで大事なのは、ここはもちろん自分が足がつくかどうかっていうところで大事ではあるんですけれども、サドルを上げ下げすればある程度調整ができるわけです。ところが、ハンドルの距離っていうね、ここ、先ほど言いました、ここトップチューブです。このトップチューブの長さというのが、自分が座ってるお尻の位置からハンドルまでの距離っていうことなので、この長さっていうのが、サイズでは非常に大事になってきます。あと、それ以外に、角度とか、そういったのもサイズには大事になってくるんですけれども、この、先ほど言った縦パイプ、もしくはシートチューブですね。これの角度、これのことを、シート角とかシートアングルと呼びます。で、これによってどれだけ立っているかどれだけ寝ているかっていうのを議論するわけなんですけれども、立っていれば立っているほど自分は車体のよりセンターにお尻を置くことになる、寝ていれば寝ているほど車体のより後ろ側にお尻を置くことになる。これでまた自転車に乗る乗り方だとかその車種の性格とかだったりが決まってきます。同じようにここのヘッドパイプ、これの角度っていうものをヘッドアングルとかヘッド角度とか言います。これ自転車の世界でヘッドアングルとかって言うんですけれども、これもオートバイや車の世界でも同じようにこのステアリングに対してのこの角度っていうのがあるわけなんですけども、これキャスター角です。多分ね、車なんか好きじゃないですか。そうです。キャスター角って結構ね、耳馴染みのある言葉じゃないかなと思うんですけど、はい、わかる。はい。このキャスター角っていうのは、まあ、いわゆるハンドリングに非常に影響する、そういった部分になります。あとは、そうですね、そのキャスター角、ヘッド角ですね、とかに、それがどう影響するのかっていうところは、ちょっと今回割愛しますが、詳しくはですね、以前のジオメトリの動画を見ていただければわかりますが、あと、それに付随する用語としてはですね、ヘッド角があり、実は、このフロントフォークっていうのは、このヘッドに対して、一直線じゃなくて、ちょっとこう角度がついてるものなんですね。なので、この先端が一直線上からどれぐらいここにこう離れているかっていう、ここの数字のことをオフセットと呼んだりします。ここの長さがオフセットですね。で、このオフセットによって、さらにヘッド角以外に、ステアリング、ハンドリングに対する影響を及ぼすようなものになってきます。もっと厳密に言うとですね、このステアリングのこのオフセットと、今度ここからこういった垂線を出して、ここの距離をトレールって呼ぶんですけれども、それが大事になってくるんですが、それはまたね、ジオメトリの動画で確認してください。